早速だけど、バイオハザード RE4 をプレイする上で最も注目した要素って何？ゆさゆさと揺れるアシュリータンのおっぱ。言わせないわよ。てかあなたに聞いてないわ、視聴者さんに聞いてるの。なんだよ。まあ俺みたいにキャラクターに注目するプレイヤーもいれば、敵キャラやクリーチャー。あとは再構築されたストーリーに惹かれた人もいるかもしれないな。私はストーリーと最新のグラフィックで再現された美しい舞台を見て回っていたわ。あと細かく練られた舞台設計にも目がいったわね。ジルの言うように、プレイヤーによって様々な楽しみ方がある本作だが、今回はそんな中であえて武器に焦点を当てた、バイオハザード RE4 の驚くべき武器の小ネタ、裏設定ランキングトップ7を紹介していく。確かにバイオハザードシリーズは、制作陣の武器に対するこだわりが多く見られるから、RE4 では一体どんな工夫が施されているのか。ちなみにシリーズを統括する竹内潤さんは銃への知見が深く、本作でも実際にプロがどうやって構えているのかを考慮しながら制作したみたいだ。そこまでマジで作っている武器に関する裏設定や小ネタって、もう楽しみでしかないんだけど、そろそろ本題に入るぞ。オッケー、それじゃあ、ゆっくりしていってねまず第7位は、武器の名称についてだ。私が見た限りだと、ブラックテイル、パニッシャー、マチルダ、レッドナイン、ライオットガンなど、原作バイオハザード4でも使ってた馴染みの武器が勢揃いって感じだったけど、どこか変わった点でもあったの？今ジルが挙げた武器は原作通りなんだが、実は本作に登場する一部の武器名が、バイオ4の海外版の名称に変更されているんだ。え、そうだったの？おそらく国内版と海外版、どちらもプレイしている人ならすぐに気がついたんじゃないか？じゃあ具体的にどの武器が変わったの？一個ずつ挙げていくとキリがないから、今回は代表的なものだけをピックアップするな。まずはマシンピストル改め、TMP だ。なるほど、本作の体験版に隠し武器として登場した段階で分かった人も多そうね。ああ、それに以前の動画でも言ったことだが、原作の体験版でも一定条件を満たせばマシンピストルをゲットできるんだ。そういや言ってたね、粋なセルフオマージュだわ。次にショットガンセミ男と、ストライカーだ。日本ではセミショの愛称で親しまれているからそもそも別称だったことに驚きだわ。そして最後は、国内版にてマグナムの名称で登場した、ブロークンバタフライだ。個人的に原作の武器の中で一番好きかもしれないわ。さらに本作のブロークンバタフライの性能は、原作では最強クラスの火力を誇ったあのハンドキャノンを忍ぶんだ。嘘？まあこの比較を見てくれ。確かに、威力以外は全て上回っているわね。連射速度が速く、かつ高威力だから DPS がかなり高めだ。じゃあラモンみたいに動き回る敵でも、一度捕らえれば大ダメージを叩き込めるわけね。一方でハンドキャノンと違って無限化できない、といった声もありそうだが、最高難易度プロフェッショナルを S プラスでクリアすると入手できる猫耳を装備すれば、全武器無限になるから、実質ブロークンバタフライの方が上だと思うんだがなまあその猫耳の入手条件が鬼畜なんだけどね。そういや言い忘れてたけど、マグナムに分類されるキラーセブンの名前も変わってないわよね。しかも本作のキラーセブンは原作にはなかった限定仕様が実装されていて、なんとクリティカル率が5倍にアップするんだ。加えて、総合的にはブロークンバタフライの性能をも凌駕すると言われているぞ。やばすぎ。続いて第6位は、マーヴィンの忘れがたみだ。マーヴィンってバイオハザード RE2 と RE3 に登場した、レオンの上司のことよね？そうだ。本作の体験版について言及した動画でも触れたんだが、実はレオンが装備しているコンバットナイフを調べてみると、このような記載がある。いざという時に役立つ武器。警察に所属していた時に、先輩から譲り受けて以来愛用している。本作の冒頭で、レオンがラクーン事件で救えなかった人たちのことを思い出し、後悔する独白があったけど、もしかしたらあの惨劇を忘れないために、今もマーヴィンの忘れがたみを使用しているのかもね。少し考察というか、妄想が入ったが、それくらい設定が作り込まれているということだな。いやー、ナイフ一つ取ってもここまで語れるなんて、本作のストーリーの再構築は伊達じゃないわね。第5位は、条件同手製のハンドガンだ。私たち、ジョーにはとても世話になってるわよね。そう、俺たちスターズに支給されたサムライエッジやライトニングホークといった数々の武器を手掛ける、アメリカサンフランシスコ在住のガンスミスだな。表舞台には登場してないけど、彼のサポートなくして今の私たちは語れない。それくらいバイオハザードシリーズにおいて重要なキーパーソンだと思ってるわ。弟のロバートは RE2 や RE3 など、意外にも出演作が多いんだよな。彼とはラクーン事件の時に会ったのが最後だったわ。バリーとしょっちゅう釣りに出かけるほど仲が良かったのにね。もし俺があの時ラクーンシティにいたら、一人でも多くの仲間を救えたかもしれない。何度そう思ったことか。おっと、話が大いに脱線してしまった。とまあ本作ではそんなロバートの兄、ジョーの手掛けた銃器が登場しているんだ。え？どの武器？
レオンの初期ハンドガン、SG-09R だ。あ、これも前の動画で話してたわよね。思い出してくれたか。実在するヘッケラー&コッコ USP をモデルにした銃で、RE2 ではハンクの初期装備、RE3 では無限ハンドガンとして登場した。そして本作の SG-09R はその MUP の基礎設計のまま、素材再選定と精密加工によって、さらなる性能向上を実現した代物なんだ。さすがは銃。また映像をよく見てみるとわかるんだが、スライドの部分に剣道の文字が刻印されているな。銃を通じてレオンと私たちスターズとの関係性を感じられる。シリーズファンが知ったらニヤリとする仕掛けね。さらに今回東京マルイとのコラボレーション商品、コラボモデルガスブローバック SG-09R が4月12日に発売されたんだが、コラボサイトには城がレオンに直接伝えたとされるコメントが掲載されているんだ。マジで、普通に気になるわよ。その気になるコメントがこちら。触ってねえパーツは、ただの一つもないぜ。同一にして異なる代物だ。これで生き残れなきゃ、運だけが足りなかったってことだ。城とレオンのやりとりは新鮮よね。さらに次のような記述がある。SG-09R が手渡された時の剣道の言葉を、大統領直轄のエージェントとなっていたレオン・S・ケネディは何度も実感することとなる。ギリギリの窮地で生死を分けてきたのが、運などではなく、その精度の高いカスタムのおかげだということを。さっきジルが言った通り、やはりジョーは俺たちにとってなくてはならない存在だってことだ。今何しているかはわからないけど、彼にはまた会いたいわ。ちなみに武器の名称にある SG は、世界最高を意味するらしい。そのネーミングから想像するに、かなりの自信作であることが伺えるわね。なおコラボレーション商品の詳細については、概要欄に東京マルイとバイオハザードのコラボサイトの URL を貼っておくから、この動画を見終わった後にでも読んでみてくれ。普通にプレイしているだけじゃ絶対にわからないような裏設定でも、ここまで練られているなんて、さすがはカプコンさんね。続いて第4位は、金の卵に関する秘密だ。ぶっちゃうやん。いや、ある場面においては作中最強クラスの威力を誇るんだ。どういうこと？これに関してはすでにいろんな方が動画を投稿しているのでサクッと解説していくが、簡単に言うと、本編で手に入る金の卵を、ボスの一人であるラモン・サラザールに2回当てるだけで勝ててしまう裏技だ。え？金の卵ってそんな局地的に効果を発揮するアイテムだったの？なぜか知らないが、ラモンは卵にとことん弱いらしい。ただ当たり判定が少し厳しく、ラモン本体に当てないと不発に終わってしまうため要注意だ。アレルギーとか？なんだか原作のクラウザーがナイフに弱いっていう小ネタに似た話ね。どういう意図でこうなったかはさっぱりわからんが、一つ言えるのは、おそらくバグではないということだ。その理由は？本作にはサブクエストが実装されているんだが、その中にサラザール家の面汚しってのがある。そしてその内容が、古城内の領主の間にあるラモンの肖像画に卵をぶつけるミッションなんだ。おお、つまり奴の弱点が卵であることを示唆しているのね。多分な。一種の救済措置として用意されているんじゃないかと踏んでるぜ。まさか卵がそんな特攻武器になるなんてね。実は卵が思いのほか敵に効果的ってのは、原作の頃からだってことは知ってるか？そうだった？ガナードにぶつけるとひるむから、体術をお見舞いできる。ただレーザーサイトがないから、照準を合わせるには少々コツが必要だ。まあ卵縛りでもしてない限り、使うことはなさそうね。それとバイオ5のフランした卵を覚えているか？あ、以前に特集したやつね。そうだ。バイオ5ではフランした卵を敵に投げつけると、ものすごい勢いで吹っ飛ぶという非常にシュールな演出が見られるやつだな。それだけ強烈な匂いなんでしょうね。あと原作のチャプター22における籠城戦でルイスに卵を5回投げつけると射殺されちまうとかな。まあこれは卵に限った話じゃないが。こんな局面で味方に卵を投げつけるレオンも相当イカれてるけど、射殺はさすがに気の毒だわ。バイオハザード RE5 でもぜひフランした卵を採用してほしいな。続いて第3位は、プライマルナイフのデザインについてだ。プライマルナイフ？初期装備でマーヴィンの忘れがたみでもあるコンバットナイフと、クラウザーのファイティングナイフしか知らないんだけど。まあ無理もない。これはメインストーリー内に配置されているオブジェクトを破壊して隠しアイテムを入手するという、今やシリーズおなじみのやり込み要素だな。そして本作で破壊するのはラモン人形なんだが、全16個を壊すと獲得できるのがプライマルナイフだ。今まではラクーンくんやチャーリーくんなど、可愛くて壊すのに躊躇するキャラクターだったけど、今回のラモン人形は心置きなくぶっ壊せるわね。そんなプライマルナイフのデザインがこれだ。なんとなく既視感があるけど、なんだろ。鋭いな、ジル。これは、原作バイオ4のレオンが所持しているナイフと同じデザインなんだ。なんと。では、原作のナイフとプライマルナイフを比較してみよう。おお、ハンドル部分とリカッソの模様が一致しているわね。またプライマルは、最初の、原始の、最古のといった意味だから。最初のナイフ、つまり原作でレオンが使用していたナイフというわけだな。なるほど、武器名称にもヒントが隠されていたのね。
余談だが、クラウザーのファイティングナイフの入手経緯が変更されたよな。原作では初見殺しでおなじみのナイフ QTE の後に、クラウザーが残していったファイティングナイフを拾ってたよね。その後、サドラーに囚われていたエイダの縄を切るために使用していたな。あのナイフスローイングはすごかった。あんなのありえないだろ。だからか、本作では銃撃で縄をほどいていたわよね。ただあれはあれで、無防備なエイダが地面に叩きつけられるわけだから、普通に危険だけどな。対して本作では、クラウザーの形見として譲り受けるような描写がされていたな。マービンに引き続き、クラウザーの分まで、言葉にすると難しいけど、レオンはいろんなものを背負って生きている。そういったことを感じさせられるシーンね。後の時系列に当たるバイオハザード6のレオンから漂う酸いも甘いも知るベテランの風格は、こうした経験から来ているんだろうな。個人的に原作バイオ4とバイオ6のレオンのキャラクター像って、なぜかあんまりリンクしなかったんだけど、その理由として、バイオ4ではここまでレオンの心理描写がなかったからかもしれないわ。まあバイオ6のレオン編自体がバイオ2を意識した作りになっているから、なおさらかもな。続いて第2位は、シカゴスイーパー×ピンストライクだ。これはどういう組み合わせなの？原作でコスチュームスペシャル2を選択すると、レオンがマフィア風にイメチェンするのを覚えているか？とてもスマートでかっこいい感じの衣装でしょ？ああ、そしてそのスペシャルコスの着用時にのみ発生する限定仕様があった。それがシカゴタイプライターのリロードモーションとマガジンの形の変化だ。具体的にどんなところが変わったの？まずリロード時のモーションを見ていこう。けしからん、キザすぎるぞ。押さえて押さえて。次にマガジンの形だが、通常はボックスマガジンなんだが、スペシャルコス2ではドラムマガジンに変わっているんだ。本当だ、やっぱドラムマガジンだとマフィア感が出るわね。かっこいいわ。前置きがかなり長くなってしまったんだが、そんなシカゴタイプライターが RE4 でどのようになっているかというと、改造ってな根気と努力がいい。あいにく普通の改造はこれがメイク最大最強最高カスタムだ。てっぺんを極めちまったな、ストレンジャー。あ、限定仕様にするとボックスからドラムマガジンに変わるんだ。名称もシカゴタイプライターからシカゴスイーパーになったんだね。ようやくタイトルの意味を理解したわ。名称の変更についてはさっきのトップ7で紹介したかったが、動画のネタバレになるからあえてここで取り上げた。そしてリロードモーションに関してはスペシャルコス2改め、ピンストライクだけの特別なリロードモーションがあるんだ。ちなみに限定仕様前はこんな感じでいたって普通だが、指パッチンからのターンで決める。どれだけカッコつければ気が済むんだよ。くさ。でもこの場合、指パッチンじゃなくてフィンガースナップの方がしっくりくるわ。そんな感想は聞いてない。だがな、世の中そんなに甘くはない。あまり調子こいてポージングしまくると、こんな感じで中断されるんだ。へへ、主人公に都合のいいシチュエーションばかりだと思うな。ここぞとばかりにレオン叩きしててくさ。あと本作には、原作のスペシャルコスのビジュアルと同じポージングをしたフィギュアがあるんだが、レオンが装備しているシカゴスイーパーは、ちゃんとドラムマガジン仕様だ。ほんと制作人の原作愛が詰まった小ネタよね。そして流行る第1位は、セミオートショットガンについてだ。本作ではストライカーの名称で登場した武器ね。ただこれは厳密に言うと武器ではなく、本作で実装されたチャームに関する小ネタだ。ちなみにチャームは本作で新たに実装されたシステムで、装備するとハーブの回復量 50% アップ、弾のドロップ率アップといった効果を得られる。各キャラクター、クリーチャーのデザインが原作に準拠しているから、久々にプレイした人は懐かしく感じるかもね。そんな全32種類あるチャームの中で注目したいのが、セミオートショットガンだ。どんな効果があるの？走る速度が 8% アップするんだ。なるほど、プレイがより快適になるわね。ジル、君はこの効果の真の凄さに気がつかないのか？移動速度アップ以外に何があるのよ。仕方がないな。じゃあ聞くが、原作のセミオートショットガンはどんなことができた？セミオートショットガン？限定仕様にすると装弾数100発と構造上ありえないスペックになることとか？まあそれもそうだが、もっと有名なのがあるだろ？あ、加速バグ。ご名答。原作ではセミオートショットガンを構えて、赤いレーザーサイトが出る前にアタッシュケースを開いて、別の武器に切り替えると移動速度が 1.4 から 1.5 倍アップするバグだ。快適にプレイできるバグとして、ライトユーザーからヘビーユーザーまで数多くのファンに認知されているのよね。ああ、一番最初のゲームキューブ版から存在するバグなんだが、VR やモバイル版を除き、ほぼ全てのプラットフォームで修正されずに残っているんだ。そんな公式公認とまで呼ばれた加速バグが、リメイクで正式採用されることになったわけね。そりゃ激アツだわ。
正直システムに関することだから、さすがに取り入れられることはないだろうと踏んでいただけに、かなり驚いたな。じゃあせっかくだし、実際にどのくらい速度に違いがあるのかを見ていこうか。原作ほどではないものの、明らかに速くなっているわね。チャームにはコモン、レア、エピック、レジェンダリの4種類のレア度があるが、セミオートショットガンのチャームはレジェンダリだ。伝説のバグにふさわしい価値ね。ゲットしたい人はミニゲームの射的でトークンを集めて、ガチャを回しまくろう。というわけで、今回は以上だ。裏設定より小ネタの要素が強かったね。原作をプレイしている人にとっては、より楽しめる内容だったかなと。あと制作陣の原作愛がとても伝わったわ。リメイクを一通りプレイした人は、改めて原作をプレイすることでまた違った楽しみ方ができるかもしれないな。今まで自分が出演してなかったからそこまでプレイしてなかったけど、これを気にやり込んでみるわ。全く厳禁なやつだぜ。また今回個人的に驚いた武器の裏設定や小ネタをランキング形式で紹介してきたが、そういった要素がふんだんに盛り込まれた本作だ。他にも武器に関する興味深い要素があるかもしれないから、知ってる人は積極的にコメントしてくれると嬉しいぜ。なお、今後は RE4 の笑える要素や変異種クリーチャーなども取り上げる予定だ。視聴者さんの方でも、これ面白そうだなぁと思う企画があったら、ぜひコメントしてくださいね。とまあこんな感じでこのチャンネルでは、俺とジルの二人でバイオハザードの魅力的な情報を発信している。面白かったという方は、ぜひ高評価、チャンネル登録で応援していただけると大変嬉しいです。それでは最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。それじゃあ、またねー。